ねえクラウド、ん、なんか嬉しいな、このなんていうの、このワイヤーでこう吊り下げられたこのカゴ状のこの、うんうん、このそうそうゴンドラデート、ゴンドラデート、そう、うん、ロマンチックだな。落ち着けよヤリス。え、いや、え、今なんて言った。え、いや、え、今エアリスって言わなかった。え、いや、エリじゃなくて、え、いや、ちょっと待って、え、ティファ、何、あの、え、やめて、その顔やめて。いや、ちょっと待って、ティファ、信じらんない、どういうこと。ほらほら、花火だよ、ほら、あ、いや、無理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 、花火とか無理無理無理、そんな、そんな場合じゃない。だってほら、ティファ、チョコボ、チョコボ可愛い、チョコボ可愛い、無理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 、チョコボとかで何にも取り返せないよ。ティファ、ちょっと待ってくれ。え、ちょっと待って、え、言っちゃおうかな、え、言っちゃおうかな、何を。だるだるとか言わないで。え、だる、いや待って、ティファ、エアリスならきっとはっきり言うんだろうな。いや言わないよ、エアリス多分だるは言わないよ、ティファも言わないようにしてよ。幼馴染って難しいよね、これ彼氏だったらメテオだよ。あ、そんなに怒ってるの。ティファちょっと待って。え、何。いや、エアリスなんて別に言ってないよ。え、言ってないよ。言ったじゃん。いや言ってない。いや、エアリスって言ったじゃん。いや違う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 、いや、はい、ええやんこの椅子って言ったんだよ。何言ってんの。いや、ちょっと信じてよ。ええやんこの椅子、ええやんこの椅子、ええやんこの、ええやん、エアリス、バカにしてんの。なんかごめんティファ、だいたい関西弁とか使わないじゃん。いや言うよ、聞いたことないけど、あなたの関西。ちょっと待ってよ。いや、こっちのセリフだし。これは参った、本当に。え、これから出るんだよね。え、何が。え、 FF7 リバース。あ、ちょっと待ってティファ。何、怒りすぎてメタ発言になってる。ごめん、待って。え、知らないし、私たちの恋模様とかみんな楽しみにしてくれてるんじゃないの。あ、急に可愛い。広大なフィールドで自由度の高い冒険ができたり、バトルシーンでは仲間との連携技がたくさん楽しめるようになったり、そうなんだけど、セフィロスとの戦いとか、ニブルヘイム炎上とか、エアリスのこととか、あ、危ない危ない、ゲームシーンに刻まれた涙チュチュギレ RPG になってるんじゃないの。それは間違いないんだけど、全部今ここでネタバラシしちゃうよ。待って待って、いや、あ、ティファ、あー、あー、まずい、あ、幼馴染って難しい。いや、こっちのセリフだから。もうやだクラウド、もう怒った、もう私本当に怒った。いや本当にごめん、もう全部言う。私がファイナルファンタジー7リバースの面白いとこ全部言う。ほら、もうこのこういうのとか、ほらこういうの全部言う。もうネタバラ、ネタバラシする。もうここの良さとか、ほらここの面白さ、ここで何が起こるかとかも全部言う。これ言うよ本当に、もう言う。どっち言うの言わないの。ファイナルファンタジー7リバースお楽しみに。